越谷を通行中の皆さん、こんにちは。お元気ですか？ロボネンのネットワークです。月一度の福音伝道をしております。誰か、越谷の皆さん、この場所で私たち場所をお借りしておりますが、スーパーの前でやってる人たちもいますね。そしてまた駅の中で待ち合わせをして、スマホ片手に柱に寄りかかっている方々、イフーの豆大福を売ってるお店があって、皆様お探しいたします。イエス・キリストの愛を伝えに来ました。キリストはあなたを愛しています。キリストはあなたに向かって友よと呼んでくださいます。私にもそう呼んでくれたんですよね。ですから私はイエスキリストを信じて、今から30年ぐらい前にクリスチャンになりました。そしてキリストと共に幸せな毎日を過ごしています。あなたは愛されています。いつくしみふが
は、ロボデのネットワーク電動車の菅野直樹です。今日皆さんにキリストの愛を伝えに来ました。看板に従前病院、そういう名前の病院があります。もう完璧なそんな病院あるでしょうか。イエス・キリストは完璧な医者です。イエス・キリストの福音は全ての人間の問題を解決します。罪を許してくださいます。神の霊で、神の命で、永遠の命を私たちに与えてくださいます。心と体の病気を癒してくださいます。あらゆる問題を解決し、また死の問題を解決してくださいました。イエス・キリストを信じて皆さん幸せな人生を歩んでいきましょう。本日駅の中央で威風の豆大福を売られております。きっと美味しい大福だと思います。しかし大福の中にもしあんこが入ってなければ、こんにちは、お疲れ様です。あんこがなければ、大福の、そこにいます。よろしくお願いします。とりあえずこの バイブルを使って配っていただいて、そうです、歌ってもいいですね。主会の皆さん、こんにちは。イエス・キリストはあなたを愛しています。イエス・ニン・タンシヌン・サラウンディガ・
Yes, I need Jesus loves you クリストテアーマーマハルカニジーザスキリストはあなたの救い主ですイエスキリストを信じて一緒に天国行きましょうイエスは勝利をすでに取られたイエスは勝利をすでに取られたこんにちはクリストテアーマガップですよじゃあガップですよガップレッシュ神の御恵が豊かにあなたの上に注がれますあなたの心と体とすべての営みが守られ支えられ私は祈ります近くで聖書配ってますどうぞ God bless you 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 神の御恵みがサラミダイエス愛にイエスキリストの愛は雨大福のあんこみたいなものです人間は器です人間という器の中に神の命永遠の命イエスキリストの愛を受け入れるならば人は救われますお兄さんもお姉さんもおじさんもおばさんもみんなコーディネートが素敵ですマスクも似合ってますそんなあなたに聖書はもっと似合いますよ
近くで素敵なお姉さんたちが聖書配ってます。よかったら受け取ってください。イエス・キリストはあなたを愛しています。主イエスの他にはない、その皆の他にはない、主イエスの皆だけが栄光と誉れと力Thank you.
敗してくださる神様がいます。あなたの死後においてもあなたに天国に連れてくださる方がいます。コロナから守られても人は必ず死にます。しかしイエス・キリストを信じたら永遠の御国に行くことができます。
人となった神です。 100% 人間となられました。でもイエス・キリストは 100% 神様です。あなたを救うことができます。死のどん底から、今の厳しい環境の中から、あなたを救い出すことができる。イエス・キリストを知っていますか？キリストはあなたの救い主です。あなたは愛されています。あなたは愛されています。あなたのために死んだ人がいる。あなたのために死んだ人がいる。すべての重荷から救うため、孤独の中から救うため、高校生の皆さん、お母さん方、どのような人にも神は今日イエス・キリストによってあなたを招いています。私のもとへ来なさい。大丈夫だよ。私があなたと一緒にいる。キリストはあなたの神、目に見えませんけれどいつも共にいてくれます。Yes, sir.
越谷の皆さん、こんにちは。本日、1ヶ月一度のストリートライブと、また街頭演説を行っています。イエス・キリストはあなたを愛しています。キリストはあなたの救い主です。本日皆さんにキリストの永遠の命を伝えに来ました。ザ・バイブル聖書はこう語ります。神は実にその一人子をくださったほどにこの世を愛してくださった。それは御子を信じる者が一人も滅びないで永遠の命を得るためです。あなたは愛されています。ガーティスラ、神は愛です。あなたは愛されています。我が神主よ、見させたまえ、偉大なるその計画、天が開き光が満ち、シオンの上にとどまる救いの御業、全地を覆い喜びの歌響かせ、その正義は平和を呼ぶ、主の御霊が流れる、全世界に渡って人を住まわせるようにしました。まあ、この地球というのは誰かが土地を所有したりしますけれど、本当は神のものなんですよね。尖閣諸島も北方領土もって言ったらですね、きっと怒られると思いますけれど、根本は神のものです。神が人間に預けてくださった、本当は仲良くうまく収めていくべきものだと思います。同じように今日
今日はこの駅の前で3つの団体がそれぞれの活動をしています。私たちはイエス・キリストの愛を伝えに来ました。イエス・キリストあなたを愛しています。イエスに対するサラミナ、イエス愛にジーザスラブスユー、マハルカにジーザス、クリストテアーマ。尽きることのないあなたの愛が私を包む。伝えに来ました。お姉さん、お父さん、キリストの愛は死を超越してコロナを解決し、死の問題を解決させてくださいます。皆さんどうぞイエス・キリストを信じてください。今ここに、今ここに
ハレルヤ。イエス・キリストを信じる者は救われます。イエス・キリストはこう言いました。山に向かって海に入れと言って心の中で信じて疑わないなら山は海に投げ込まれる。でこれも山というのは文字通り私たちの人生の問題のことです。あなたの人生の問題がイエス・キリストによって解決する。皆さんそのことを知ってもらいたいと思います。しかしもう一つ、山は動かなくても状況は変わらなくてもその山は無効になる。つまり問題はある、解決してないように見える、でもその問題はもう問題でなくなる。私たちの人生の中でなんでこんな苦しいことがあるんだろう、辛いことがあるんだろう、寂しい、神なんかどこへ行ってしまったんだろう。皆さん、あなたが神を信じるならその問題の山はあなたに何の影響力も持たなくなります。イエス・キリストを信じてあなたに素晴らしい人生を歩んでほしいです。君は愛されるため生まれた、君の生涯は愛で満ちている、君は愛されるため生まれた、君の生涯は愛で満ちている。聖書配ってます、どうぞ。キリスト
私たちに3つのことを教えます。知ってましたか？聖書が教える3つのこと。1つ目、いつも喜んでいなさい。2つ目、絶えず祈りなさい。3番目、全てのことについて感謝しなさい。全てに感謝しよう。全てに感謝しよう、我が主に賛美と喜び持て。公園の中に褒め歌を、晴れてるや賛美し晴れる。チラシを配っています。受け取ってください。歌を晴れるよ、神は素晴らしいお方、神は素晴らしいお方です。が急ぐ、が急ぐ、が急ぐ、急ぐ、
神様素晴らしいです。皆さん、その神様を知ってもらいたいと思います。今日私たちローデンのネットワークは1都3県から集まって、皆さんに緊急事態宣言、まだ発令中ではありますが、しかし聖書は神の愛を伝えることが最も緊急なことだっていうんですね。人から見たらそう思わないかもしれないです。例えば火事であれば逃げ出せ、避難せよ、まあ、それが第一ですよね。119番。しかしですね、この世界は終わる、そして死んだらイエス・キリストを知らない人は天国へ行けないっていうんですね。緊急時です。今日死ぬかもしれない。あなたはコロナにかからなくてもやがて死ぬんです。その時にもしあなたがイエス・キリストを知っていたならば天国へ行くことができます。一緒に天国へ行きましょう。近くでですね、脱原発、私たちもですね SDGs について、受け入れてます。ですからいいんですけれど、原発あっていい点もあるし悪い点もあるし、私たちはですね政治的にとやかく言う立場ではなく、神を受け入れなさい、原発があったっていい、なくてもいい、人生何があってもいい、神を受け入れなさい、そして神を主としなさい。あなたが神を主とするならばあなたの人生は変えられます。ジーザスイズロード、イエス・キリストは主です。イエス・キリストは越谷の主です。イエス・キリストは埼玉の主、東京の主、イエス・キリストは神奈川の主、イエス・キリストは関東の主、イエス・キリストは日本の主、世界の主。皆さん、イエス・キリストは主であり王です。我らの主に向かって新しい歌を歌おう、喜びの声を上げよう、主は我らの勝利。我らの主に向かって新しい歌を歌おう、喜びの声を上げよう、主は頼れるお方。イエスは主、この賛美もって褒めたたえよう、イエスは王、イエス、イエスは王、イエス、この賛美もって褒めたたえよう。こんにちは。我らの主に向かって新しい歌を歌おう、喜びの声をあげよう、主は我らの勝利。我らの主に向かって新しい歌を歌おう、喜びの声をあげよう、主は頼れるお方。イエスは主、イエス、イエスは主、この賛美も手褒めたたえよう、イエスはもうイエス、イエスはもうイエス、この賛美も手褒めたたえよう。我らの主に向かって新しい歌を歌おう、喜びの声を上げよう、主は我らの勝利。我らの主に向かって新しい歌を歌おう、喜びの声を上げよう、主は頼れるお方。素晴らしい、この賛美も手もね讃えよう、イエスは王、
こちらの皆さん、こんにちは。私たちロボデのネットワークバンドです。歌を通し、また街頭演説を通してキリストの愛を伝えております。本日17時から19時の予定で2時間活動しておりますが、一旦私たちは休憩をし、また再びやります。ザ・バイブル、聖書は近くで配っておりますので、よかったらお受け止めください。ありがとうございます。まあ、近く、まあ、写真撮ります。